はい、お旅行坊です。今日は、バラを作ります。はい、何のペットボトルでもいいんですけど、青いペットボトルが手に入りましたので、今日はこれを使ってやっていきます。はい、じゃあ、これをですね、早速、こう、いつもに切ります。で、切るとですね、はい、ピーって、こんな形に、はい、切れます。切ります。はい。こうしたらですね、これを、ちょっと実演しますけど、花びらにしていきます。五角形に切った後に、さらに真ん中に切れ込みを入れまして、こんな感じですね。はい。で、次に、まあ、ちょっとハサミ変えまして、ちょっとゴミも出るので下に敷きますけど、こんな感じで丸みをつけていきます。はい。ペットボトルのゴミは必ず捨ててくださいね。はい。こんな感じで一つ花びら。こうやって、まず切れ込みに向かって丸く、切ります。普通のハサミでもいいですけど、こうやって先が曲がってるハサミだと切れやすいです。まあそしたら、まあ5枚それをやった後に次は、先端を少し尖らせます。バラの先は少し 花びらとしては尖ってるように見えるので、こんな形で形作ります。はい。スピーディーに行くので、ここは途中までしかやりませんけど、これを、作っていってください。はい。花びらが、まあ、出来上がっています。で、じゃあ今度これをですね、立体的にしていきます。はい、ここに、ろうそくが出てきます。で、火をつけます。はい、皆さん、火は気をつけてくださいね。ろうそくといえども、火は火ですので気をつけましょう。はい。これに、こうやって火で炙るとですね、見えますか？こうやってくねって曲がってきますよね。はい。ここを、これがこのペットボトルアートの醍醐味で、綺麗に曲がってきます。で、あとは花びらのように少し形をつける。形をつけていきます。やけどに気をつけてください。はい。ここがセンスの見せどころですね。まあ、ここはいろいろ試行錯誤しながら、今回はバラですので、バラっぽい形にすると。まずはこんな感じ。はい。よいしょ。よいしょ。はい。まあ、こんな感じですね。はい。いろんな形のを作ります。はい。見えますか？まあ、大中小、極小を、まあ、バラの形のように、こう、くねっと、立体感をつけてください。はい。で、今度、これを合体させますが、ですね、グルーガンを使います。はい。グルーガンですね。グルーガンを使うと、簡単につきます。では、まず、一番大きなやつに対して、グルーガンは結構たっぷりですね。たっぷりつけて、よいしょ。ここはデザインが。よし。ここら辺かな。
はい、花びらの向きはお好みで。よいしょ。じゃあ次また第2弾ね。はい、次2番目に小さいやつを載せますと。こんな感じかな。はい、見えますか？バラっぽくなってきましたね。はい。まあ、これ止め方はいろんなパターンがありますけど、まあ、グルーガンは簡単ですよね。はい、最後。よいしょ。はい。どうでしょう。もう完成です。はい。あっという間にペットボトルからバラができました。で、今回はですね、さらに、葉っぱもつけてみましょう。この葉っぱもちょうどペリエの、緑色のペットボトルがあったので、これを使ってますけど、まあ、パステルで、作っても全然いいと思います。で、今度ここに、ちょっと。つけます。よいしょ。さらに、まあ、葉っぱもね、なくてもいいですけど、あるとより、バラっぽくなって、素敵だと思います。こん中でね。はい。母の日もありますので、いかがでしょう。母の日もありますし、今年のゴールデンウィークは緊急事態宣言も出てますので、お家でなんか工作するのにいいんじゃないかなと思ってます。たまには YouTube を見て、ペットボトルで工作してみると、普段と違うね、楽しみができるかもしれません。はい。完成です。いかがでしょうか。これをね、ブローチ的に作っつけてもいいし、いろいろここから飾りになると思います。はい。楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけた方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。コメントや、高評価ボタンも押していただけると、とても励みになります。ご視聴ありがとうございました。